島のロンギングハウスに到着いたしました。こちらはお肉、お魚など動物性食品も扱っているんですけれども、野菜が美味しいダイニングとして有名なお店で、ランチタイムもディナータイムもやってますので、今日はランチをしに行ってみたいと思います。それではレッツゴー。ランチはテラス席からお届けしたいと思うのですが、まあ、冬場もテラス席こうやってストーブがあるので暖かくお食事することができます。そしてランチメニューはこのようなプレートメニュー、オーガニック野菜をたっぷり使っているプレートランチになっています。これがビーガン対応のマークですね。サラダプレート、英語のメニューもついています。はい、このようにビーガン対応しているものにはマークがついているので、すごくメニューも選びやすいと思います。まずこちらがサラダプレート、ビーガン対応のサラダプレートになっています。軽井沢のお野菜に、こちらが自家製のドレッシングに、なんとパンもグルテンフリーの米粉パンです。そしてお惣菜も3品ついています。はい、こちらがサラダプレートでした。はい、で私のカレープレートも到着いたしました。こちらもビーガン対応のカレープレートになっております。お野菜がたっぷり入っています。そしてキヌア入りのグリーンサラダと、はい、スープがセットになっていて、あとサラダプレートと同じようにお惣菜も3品ついております。それではカレーを一口食べてみたいと思います。それではいただきます。おいしそう。いただきます。うん、うん、辛すぎず甘すぎず、ちょうどいい辛さで、これお子様にもすごい食べやすいお味のカレーだと思いますし、濃厚ですごい美味しいです。いろんなスパイスも入っていて、男性も女性もお子様もみんな好きな味のカレーだと思いますので、ぜひビーガンカレー食べに来てください。こちらは夜のアラカルトメニューになっています。すべて写真付きでメニューがこういった形で載っています。そしてこの青いシール付きのものがすべてビーガン対応のメニューということで、なんとデザートはすべてビーガン対応で、かつすべてにおいてグルテンも使用されていないグルテンフリーのスイーツだということなので、ぜひ最後の食後のデザートまでお楽しみください。それではロンギングハウスからお送りいたしました。